嵐になるまで待ってとは演劇集団キャラメルボックスで上演されている老舎者を題材にした舞台作品。原作は、なるいゆパたかのあたしの嫌いな私の声。1993年初演。以降、1997年2002年2008年と上演され、2016年に再演することが決まっている。原作は1991年に、 なるいゆたかが書いた小説、あたしの嫌いな私の声。1997年の再演時に設定が大幅に変更された。原作及び脚本は、初演からなるいゆたかだが、1993年初演の演出のみ劇団昭和の高橋伊佐夫。再演以降は演出も、なるいゆたかが担当している。1993年初演は、アナザンフェイスダブルビジョンとして、 なるいゆか原作である本作を高橋いさおが演出する方をいくみ、なるいゆかが演出する高橋いさおの作品であるウォルター・ミティにさようならを女優版に変更したジャングル・ジャンクションをいくみとし、日本同時に別な劇場でやった。再演でなるいが演出担当をすることになったのをきっかけにろう者についてちゃんと勉強し、手話コーディネーターである。 セオエミ氏に協力を依頼。その後、テレビで、アイラブユーの撮影風景の紹介番組に出ていた、主演で老舎者である、押シタリ子を見て、次の雪キ役にしたいと思い、一緒に紹介番組に出ていたセオに紹介して、もらうように手紙を書く。押シアはオファーを受け、2002年の再再演にて、雪キ役を演じた。この公演をきっかけに、 押し足は2009年劇団員の三浦剛と結婚した。2008年再再演はソニーが演劇を撮影して映画として配給するライブスプイヤーとして劇場公開された。オープニングのダンス曲は初演からニックカーショーのザリドルが使用されている。声優を目指すユーリは生まれて初めてのオーディションに合格し、ナルニア物語のユースチス役をやることになった。 翌日にプロデューサーの滝島に打ち合わせがしたいと言われ、向かったスタジオで昨日のオーディションで相手役をしたプロ声優で中学3年生のチカ子と再会。チカ子は学校を早退して台本を取りに来ていた。滝島がチカ子に頼まれて台本を取りに行こうとしたその時、二人の男女が入ってきた。 今回の音楽を担当するニューヨーク在住の音楽家畑野とその姉で老舎の行方だった。お互いに自己紹介をしている合間にさらにもう一人やってくる。今回の主演をする俳優高杉だった。一向に台本を取りに行かない滝島に代わり、有利はチカ子と一緒にスタジオから出て台本を取りに行く。スタジオの外で有利とチカ子は津田と鉢合わせる。 津田は、有利の中学時代の家庭教師であり今でも、友人として接している高吉の同僚の記者で、高杉のスクープを狙っていた。有利が、高杉のいるスタジオに行くと聞きつけた津田は自分を、有利の親戚として、スタジオに潜入させてほしいと頼む。高吉の友人ということで有利はその頼みを受けることにし、近子とはそこで別れる。スタジオでは、不穏な雰囲気が立ち込めていた。 高杉の以前のバンド仲間がニューヨークに滞在していたが、波多野が裏から手を回したことで音楽業界から追い出され、それが原因で自殺したという噂が立っていたのだ。高杉は真相を聞き出そうとするが波多野が知らないと答えたことで、幸恵に矛先を向ける。手荒に聞き出そうとする高杉に、波多野は話せ、と言い放つ。だがその時、 ユうにはその声とは別に死んでしまえ。というは野のの声が同時に聞こえてきた。高杉はそのまま何も言わず、スタジオを後にする。翌日スタジオに向かうと、滝島には野と二人きりで歌唱レッスンを受けろと言われる。昨日の声のことが怖くて忘れられなかったユうは思わず、スタジオから飛び出してしまう。その際は野はユうが大切にしている。 孔吉からもらったペンダントを拾う。その夜、畑野はそのペンダントを返すからと有利をホテルのロビーに呼び出し、有利が孔吉に対して好意があること、そして告白できない理由まで言い当てる。有利は自分が教え子以上の対象で見てもらえていないのではないかと自信がなかった上に自分の声が女らしくないことをコンプレックスに感じていたのだ。動揺する有利に対し、畑野は 君が声を出さなければ、彼は君を愛してくれる。と言い放つ。ホテルから出た優リは高吉に電話をかけるが、声が出なくなってしまったことに気づく。電話口の高吉は、なんとか電話をかけてきたのが優リだと気づき、翌日一緒に病院に行くことに。喉には全く傷がなかったことから精神的な理由だと診断され、二人は精神科の広瀬教授のもとを訪れる。 広瀬はすぐに原因がハタノであると気がつくが、有利は幸吉がそばにいたことで、ハタノに言われたことを伝えることができなかった。その時、広瀬が持っていた新聞に、高杉が自殺未遂を起こしたという記事が載っていることに気づく。勝本は登場しない。ありがとうございます。